良い人生を生きることはより長く生きることでもあります。富裕層の上位 1% の平均寿命は 88.1 歳、貧困層の下位 1% は 75.8 歳です。そして差はさらに開いています。貧困層の下位 5% の平均寿命はさほど伸びていません。しかし2001年以降、富裕層の男性上位 5% の平均寿命は 2.3 歳伸びました。アメリカに住む最も貧しい男性たちの寿命はアルジェリア、ガテマラ、アゼルバイジャンの人と変わりません。しかしどこにでも当てはまるわけではありません。ニューヨーク、ロサンゼルス、アラバマ州バーミンガハムの貧困層は中流階級の人たちに近い年齢までいきます。なぜでしょう。より長生きするために当然の要素はいくつかあります。生活習慣では飲まない、吸わない、運動するです。しかし住む場所も関係します。地理的要因では豊かな街かどうか、教育水準はどうか、政府支出の多い少ないが関係します。例えば貧困層ではニューヨーク市の方がデトロイトより6年長生きします。調査は平均寿命の不平等は避けられないことではないと分かったと指摘しています。